ご視聴ありがとうございます。なお、今回のシリーズでは、前回に引き続き、あの懐かしい1980年代のファミコンの出来事について、全4回に分けて公開させて、いただきます。今回の動画では、1985年のファミコンの出来事について、紹介させていただきます。コピン公式ブログにも、この動画の記事が掲載されていますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。1985年2月、ノーパン喫茶が、姿を消し、ファミコンの勢いがさらに、増す。1985年2月に、風俗営業等取締法が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に、関する法律と、名前を変え大幅に規制されたんだ。長い方名だね、お役所らしいね。この規制により、従業員が下着を履かない喫茶店、通称ノーパン喫茶がなくなった。そういえばニュースにもなったような。と同時にゲームセンターも、風俗営業の許可が、必要となり、営業時間の規制など、子供が出入りしにくいお店になってしまったんだ。この影響を受けて、ファミコンは、さらに勢いを増していくことになるんだ。そして、この新風俗法の影響をもろに、受けたのが、零細のゲームセンターとアーケードゲームメーカーだね。この頃から、アーケードゲームメーカーのセガ、ナムコ、コナミ、カプコンなど多くのメーカーが、家庭用ゲーム市場への参入を強化し始めるんだ。ゲームセンターも、アーケードゲームメーカーの努力もあり、以前の暗室のようなゲームセンターから明るい室内へと、一転していくんだ。ビデオゲームでは、低迷していたセガも、この年以降ハングオンや、アフターバーナー、アウトランなど、次々とヒット作を連発して、復活を果たすことになるんだ。大セガ復活。1985年3月、芦屋市幼児誘拐事件の、幼児、保護された後、ファミコンをやりたい。芦屋の自宅から6歳の男の子が、誘拐され大きな話題となった事件だね。男の子は1日半後に、救出され、記者会見には200人以上の、報道陣が詰めかけ、その記者会見で、男の子が、家に帰ったな、ファミコンで遊びたい。と語ったことが印象的な事件であった。当時の子供たちの間での、ファミコンブームが感じ取れる事件だね。そういえば、こんな事件があったような。この子は、学校でファミコンもらないで、持ち気になっただもんね。1985年4月、任天堂、つくだから警告を受ける。おもちゃ問屋のつくだが、任天堂に対して、つくだが登録商標しているファミリーを、無断で使用していると警告状を送る事態に。つくだは、ファミリーコンピュータの名称で、ゲーム機やソフトを製造、販売するのはつくだの商標権を、侵害するとし、自粛を求めている。つくだが警告状を送ったのは、他に、ナムコやタイトー、ハドソンなど数社であった。任天堂は、ファミリーコンピュータを商標登録しているため、商標権は侵害していない。と猛反発、任天堂は、この警告は営業妨害に当たるとして、不正競争防止法違反などで、東京地裁に告訴する準備を、進めていた。後に、裁判をしたという記述は、あるものの、裁判結果までは不明なんだよね。1986年に、つくだが販売しているオセロゲームが、ファミコンソフトとして発売されているから、両者は和解したようだね。任天堂は、法律闘争でも、定評のある会社だからね。一番有名なのは、ハリウッドの映画会社であるユニバースと、対決したキングコング裁判だね。このキングコング裁判のハリウッド VS 任天堂も、いつか取り上げたい事件だね。1985年7月、ファミリーコンピュータロボット発売。当時の新聞記事には、ロボットは専用カートリッジを、ファミコンにセットし、テレビ画面とロボット双方を、同時にコントロールして遊ぶおもちゃを、任天堂が発売する。動作命令は、テレビ画面から光の信号を、送り、ロボットは、信号を光センサーで捉えて、行動するというもの。こういう、面白いおもちゃを考える、任天堂のクリエイターといえば、横井軍平さんしかいないでしょう。その後も、横井さんは、ユニークなおもちゃを作ることになるんだ。そして、生まれたのが1989年に、発売された、ゲームボーイだよ。1985年9月、ナムコが、おもちゃ市場に本格進出。新聞記事によると、娯楽機械メーカーのナムコが、おもちゃ市場に本格進出。第一弾としてビデオゲームを、ボードゲームにしたさ、タワーオブドルアガを、発売した。ボードゲームがビデオゲームの、題材になることはよくあるけど、当時、逆のパターンは極めて珍しかったんだ。価格は3600円。また、これと同時に励ましの言葉を、かけてくれる、龍馬くんという謎の人形も、ナムコから発売されているよ。龍馬くん微妙だね。この時期からゲームグッズ等が、いろいろな会社から続々販売されるようになるんだ。ファミコンブームに便乗する、大人たちってとこですかね。1980年代初めの、アーケードゲーム業界の言うといえば、ナムコだよね。ナムコは、キャラクシアン、パックマン、キャラガ、マッピーそして、ゼビウスと次々と大ヒットを、飛ばしていた頃だからね。この頃には、アーケードゲーム市場と家庭用ゲーム機にも、力を入れていて。トイトイ、おもちゃ市場にまで参入することになるとは。創業者の中村正也さんが、社長の頃だから、ナムコもいろいろな市場に、挑戦していた頃だね。1985年9月、スーパーマリオブラザーズ発売。家庭用ゲーム機のプラットフォーム戦争で、ファミコンの完全勝利を、決定づけたのが、このスーパーマリオブラザーズの、登場だね。スーパーマリオブラザーズは、販売本数が全世界で、4000万本を超え、ライバルのセガを大きく引き離し、1980年代の、家庭用ゲーム機の王者として、ファミコンは君臨することになるんだ。お前任天堂。
スーパーマリオブラザーズが成功した秘密は、二つあると思うんだ。二つ？一つは、サードパーティの存在、そして、もう一つは、ディスクシステムの誕生だよ。サードパーティの存在と、ディスクシステムが、スーパーマリオブラザーズを成功に、導いたってこと？そう、一つ目のサードパーティの存在なんだけど。任天堂は、ファミコンが発売された当時は、自社のみでファミコンゲームを、発売していくつもりだったんだ。でも、ファミコンが発売された翌年の、1984年に、初のサードパーティであるハドソンが、登場し、その後、ナムコやコナミなど、次々と大手のゲームメーカーが、参入するようになり、任天堂のゲームソフトの、開発陣の負担が、大きく減ったんだよ。ファミコンが発売された、1983年から1984年の、前半までは、任天堂は、毎月のようにゲームを発売していたんだ。宮本茂さん死にそうだね。それが、サードパーティの登場によって、任天堂のゲーム開発は、十分な予算と開発期間を、確保できるようになったんだ。1985年には、スーパーマリオの発売、そして翌年の1986年には、ゼルダの伝説など、1年以上の制作期間を、かけてゲームを開発できるようになるんだ。そして、もう一つがディスクシステム。ディスクシステムと、スーパーマリオって関係があるの？スーパーマリオが発売される翌年の、1986年には、ディスクシステムが発売されるんだ。任天堂は、社運をかけて価格の高いロムカードリッジから、低価格でソフトが供給できるディスクカードへの、移行を決断した時期だったんだ。スーパーマリオが発売されたのは、任天堂が、ロムカートリッジで発売する最後の年なんだ。ゲーム開発の責任者だった宮本茂さんは、任天堂での最後のロムカートリッジの、集大成として、スーパーマリオを送り出したんだ。ということは、サードパーティによって、十分な予算と開発期間が、確保できるようになり、任天堂にとって最後のロムカートリッジゲームの、集大成として生まれたのが、スーパーマリオってことかな。そうだね。まあ、予算と開発期間があれば、名作ゲームが作れるとは、限らないけどね。次回の動画で、伝説のクソゲーが登場するものね。任天堂は、伝統として、京都の職人技のような、作り込まれたゲームを、作り出す社風があるんだろうね。1985年11月、ディスクシステムの、発売が延期に。任天堂は、1985年の12月に発売を予定していたファミコンの、新しいソフト供給方式、次期ディスクシステムの発売を、1986年1月21日に、延期すると発表。後にもう一度延期されます。当時の任天堂の発表は、ファミコンの売れ行きが好調で、品切れになる工事店が続出していたため、ファミコンの生産に重点を、置く方針に切り替えました。現在は、ゲーム機の生産を、海外の EMS のフォックスコンなどに、外部委託する場合が多いけど、1980年代は、任天堂の宇治工場でファミコンを、製造していたんだ。スーパーマリオの大ヒットで、クリスマス商戦に向けてファミコンの、製造が忙しかったことが、伺える出来事だね。今回の記事でもわかるように、ファミコンは売れに売れ、最終的にファミコンは、日本では累計1935万台も、出荷されることになるんだ。全世界の累計は、6291万台だよ。そして日本でのファミコンの、出荷台数のピークは、1985年と、1986年なんだ。任天堂の生みの親である上村部長は、過去のおもちゃの販売傾向から、3年でファミコンはピークが、過ぎると予想していたんだ。だけど、予想に反してファミコンは、売れ続けることになるんだ。ちなみにゲーム用機のピークは、2年だったよ。僕も、この年に初めてファミコンを、買ってもらえたよね。親にファミコンをねだって、屈折2年でのファミコンゲットだったよな。ガシンショルタン。1985年12月、任天堂と徳間書店が、出版契約。新聞の記事によると、任天堂が、ファミコン用ゲームの攻略本や、楽しみ方を解説する書籍の、出版委託契約を、徳間書店と結んだことを発表した。徐々に複雑化していく、ゲームの解説本を出すことで、ゲーム自体の販売促進を、支援するのが狙い、両社の契約内容は、任天堂が翌年1月から発売予定の、ゲームの内容を有料で徳間書店に、提供。徳間書店は、その情報をもとに編集し出版するというのが、主な内容。情報提供料は、未定届きの新聞に出ているね。今ではすっかり当たり前になっている攻略本だけれど、数年後には、攻略本に関してトラブルが、巻き起こることになるんだ。この年の1985年7月には、日本初のファミコン専門誌として、徳間書店からファミリーコンピュータマガジンが、創刊されるんだ。翌年1986年には、現在の宝島社からファミコン必勝本が、角川書店からは、丸小ファミコン、アスキーからは、ファミコン通信といった、いわゆる四大ファミコン雑誌が、次々と創刊されるんだよ。徳間書店は、この記事からもわかるように、任天堂と仲が良かったんだよね。徳間書店の編集部は、任天堂が発売するソフトの、説明書の編集も手掛けるようになるから。任天堂とのコネを、強みとして、ファミリーコンピュータマガジンは、トップシェアを取ることになるんだ。まさに1985年は、ファミコン専門誌と攻略本が活発に出版され始める元年の年だったんだね。今回はここまで。次回は、1986年のファミコンの出来事を、ご案内させていただきます。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。